ジョージ・エラデー・ヘイルジョージ・ヘールは、アメリカ合衆国の天文学者である。太陽の観測のためのスペクトロヘリオグラフを発明し、太陽の磁場を発見したほか、後に、天文学の重要な発見を行うことになる、ヤーキス天文台、ウィルソン・山天文台などの建設を主導した。1868年、シカゴで生まれる。父は、エレベーター製造で財を成したウィリアム・ヘールである。 少年時代から自宅の屋上に据え付けられた天体望遠鏡で天体観察に没頭していた。マサチューセッツ工科大学で学び、1890年に学位を取得した。その後、自宅の敷地内に12インチの屈折望遠鏡を備える天文台を建設し、太陽の観測を行った。この望遠鏡には彼が 大学在学中に発明したスペクトロヘリオグラフを組み込まれた。これによって太陽光からカルシウムの特性スペクトルに単色化し、史上初めて太陽の公園の撮影に成功した。この成果によって彼は太陽研究における一大権威とみなされるようになり、24歳でシカゴ大学天体物理学講座の助教授に就任した。 1897年にシカゴの実業家チャールス・ヤーキスの資金を得て101センチ屈折望遠鏡を備えるヤーキス天文台を建設した。1904年にカーネギー研究所の寄付を得て当時世界最大の257センチ反射望遠鏡を備えるウィルソン山天文台を建設し初代台長になった。ウィルソン山天文台には さらに太陽の分光観察専用のスノー太陽望遠鏡が設置された。スノー太陽望遠鏡による太陽黒点の観察から黒点内部は太陽の他の部分に比べ温度が低く強い自界があることを発見した。さらにロックフェラー財団から寄付を受けパロマー山天文台の建設に着手するがその完成を見ることなく死去した王立協会フェロー。 ありがとうございます。